2014年ソチオリンピックの閉会式は、2014年2月23日の20時14分に、開会式同様、オリンピックスタジアムで挙行された。20時14分を迎える直前には、モデストムス、開会式で懸垂された雪の結晶の電飾で、作るのが失敗し五輪ならぬ、四輪になったのが、スタジアムのフィールドには、海が移され、そこへ何話のカモメの作り物を、 パフォーマーが差し金でひらひらと飛翔させた後、道家主が先導を務める船が空中に懸水入れながらゆっくりと移動する。船にはルボフと二人の友達が乗っている。海はそっちが海に面した都市であることを示す。そこへ銀色の光を乱反射する街灯を着た600人のパフォーマーが現れ、水をイメージした曲線から構成される。 マスゲームを見せた後彼らは5つの集団に分かれ、それぞれが輪に広がり、全体で五輪を作った。この時、開会式で五輪の電飾の一つが開かなかった、トラブルを逆手に取り、輪にならなかった右端の輪は遅れて、輪になった。なお、ここで使われた音楽は、アメリカ映画、ジャイアンツの主題曲で、作曲は、旧ロシア帝国領生まれで、サンクトペテルブルク音楽院で教育を受けた。 ディミトリティオムキン。閉会式で最後のメダル授与式を行うのは2004年のアテネオリンピックから、チャイコフスキーの戴冠式祝典更新曲が流れる中、ロシア国旗がロシアの金メダリストによって運ばれ、オーケストラと1000人の児童が商談をバレリー・ゲルギエフの式によってロシア国歌が演奏され、ロシア国旗が掲揚された。この後、 女子クロスカントリー3 0トルと男子クロスカントリー5 0トルのメダル授与式が取り行われた。フィールドに地球が映されると、その中央に地下に通じるスロープが現れるとそこから、ロシア士官学校の軍楽隊による太鼓とシンバルの演奏が披露され、その後参加国の機種が国旗を持って入場。それに、選手たちが国別ではなく自由に入場し、 開会式同様に客席に誘導された。アトラクションは、マルク・シャガールなどロシアの生んだ芸術家の紹介に移った。アルフレート・シュニトケのビオラと還元楽のためのポルカが、バシュメットがビオラ部をターニャ・サミウェルがバイオリン部を演奏する演奏される中、フィールドにシャガールの絵が映され天地が逆転したフロートなど、シャガールの絵をイメージしたフロートが登場した。 デニス・マツーエフよる演奏を続いて62台のグランドピアノのレプリカがエンビックにカツラをつけた銅消しによって運ばれ、ところせましとそれを動かすパフォーマンスを展開、ロシアが多数の優れたピアニストを輩出した音楽、ピアノ大国を紹介するアトラクションに移った。中央には本物のグランドピアノが現れ、デニス・マツーエフによってセルゲイ・ラフ・フマニノフのピアノ競争曲、 第2番が演奏された。アンナ・パブロワの品種の白鳥セルゲイディア・ギレフ、アンナ・パブロワとエンリコ・チェケッキとロシアのバレエの創始者が現れると、リムスキー・コルザコフのシェヘラザードが流れる中で、懸垂されたボリショイ劇場、マリーンスキー劇場を表す2つの舞台の額縁と豪車のシャンデリアが、 上空から降りてくる。そこから白いチュ,チュのバレリーナがと黒いズボンに白いシャツの男性バレエダンサーも登場。そこへ、シェヘラザードのゾベーダ、同作の黄金の奴隷、バラの精のバラの精品種の白鳥の白鳥、火の鳥の火の鳥が登場し華麗に踊った。本が積みえされている、図書館に案内されたリュボフと友達たち、アラムハチャトゥリアンの仮面舞踏会のワルツが流れる中、周りには、 レフトルストイ、ヒョードルドストエフスキー、アレクサンドル・プルシキン、アントン・チェーホフ、アンナ・オフ・マートバ、アレクサンドル・ブローク、オシップ・マンデリ・シュターム、ウラジー・ミル・マヤコフスキー、ヨシフ・ブロツキー、アレクサンドル・ソルジェニーツイナ12人の文豪に噴した俳優らが机に向かい、原稿を見るなどしている。大きなパネルが周りに現れるとそこには、歴史上の文豪の肖像写真が写される。 その中で印刷庫をに分したパフォーマーが紙を巻きそのページの紙吹雪が天高く舞った。ドミートリー・ショスタコービチのジャズ組曲第2番より第6曲ワリッツ第2が流れる中サーカス団が登場、フィールドにはサーカス小屋が現れた。その後音楽はセルゲイ・プロコフィエフのシンデレラより第39曲ワリッツに変わり、フィールドでは 実際のサーカス団員によるサーカスが同時に多数演じられた。アトラクションが終わると、オリンピック発祥国のギリシャの国旗が国歌が演奏される中継用された。その後、オリンピック参加が演奏され、オリンピック旗が下ろされた。そして次の開催国、韓国の国旗が少年少女による国歌の歌唱の中継用され後、オリンピック旗が今回五輪が開催された。 ソチ市長からトーマス・ワッフ IOC 会長を経て、次回、五輪が開催されるピョンチャン文書に渡された。次の開催国でもある韓国のアトラクションが行われた。慶福宮の門が開く映像からか、しかし、映像の中に古代中国の四大発明の一つとされている活字印刷が含まれていたことから、活字の韓国記念説として、中国のネット上で、 大きな問題になっていた。韓国の擬人化し白いパジチョゴリを着た老人が、カヤグムという韓国のことで、アリランを演奏し始めた。それを、オペラ歌手のスミジョーが暮らし、バッハー IOC 会長の演説後、ロシア映画、エイティ・ホーム・アマング・ストレンジャーズのエドゥアルド・アルトミエフの作曲によるテーマ曲が流れる中、フィールドに3つのマスコットキャラクターが現れると、 そこに成果を表した焚き火が登場。1980年モスクワオリンピックの閉会式で、同オリンピックのマスコットのミーシャが空へ飛び立つシーンが、数秒間映し出された後、ダスビダーニや私たちの可愛いミーシャが流れる中、これを熊マのマスコット、ミーシャが一滴の涙を流しながら吹き消した。これと同時に、スタジアム外の聖火台の成果も消灯された。それと同時に、 チャイコフスキーのピアノ競争曲第1番が流れる中、花火が打ち上げられた。NHK 総合テレビジョンにて2014年2月24日、1時5分3時35分まで生中継で放送された。キャスターは、富坂和夫アナウンサーと、上条智子アナウンサーが務めた。また録画放送が、同日、8時15分8時50分まで放送された。ぜえ。 ソチ2014、韓国のものにされた中国文化遺構留活人札、中国メディアレコードチャイナ2014年3月21日、なお、モスクワオリンピック閉会式でもミーシャが涙を流す演出のマスゲームが行われていた。当初は10時までの予定だったが、9時から国会中継が組まれたため、短縮された。ありがとうございます。